阪急阪神東方グループ H、通往リテイリング H、通往リテイリング株式会社は、大阪府大阪市北区角田町に本社を置く、H 通往リテイリンググループの純粋持ち株会社である。阪急阪神東方グループ参加、阪急阪神百貨店などを運営している。大阪を中心に、関西を拠点とする、鉄道会社系百貨店の阪急百貨店と阪神、 百貨店を展開する株式会社阪急阪神百貨店とスーパーマーケットチェーンを運営する泉谷株式会社食品スーパーを運営する株式会社阪急オアシス及びその系列事業を展開する企業群を統括している大阪梅田を中心に関西に経営資源を集中させる関西ドミナント戦略を行っている百貨店業界においては 三越伊勢丹 HD、J フロントリテイリング、高島屋に次いで国内4位の売り上げを持つ。1929年4月15日に鉄道会社直営イコール私鉄系百貨店として開業した史上初のターミナルデパートである阪急百貨店と1957年6月1日に百貨店を開業した阪神百貨店が2007年10月1日に 経営統合して発足した百貨店とスーパーマーケットを中心とする企業グループである。前身となった2つの百貨店はその特徴が大きく異なる。阪急百貨店は高級婦人服やブランド品などファッション関連に強く2008年3月期で医療品38.8%と身の回り品16.9%で合計54.7%と売上の過半数を ファッション関連が占める梅田地区の地域一番店である。また、阪神百貨店は、日本一のデパ地下とも呼ばれる、地下食品売り場を中心に、食品関連に強く、2008年3月期で、食料品40.6%と、食堂、喫茶4.2%で合計44.8%と、売り上げの約半分を食品関連が占め、強みとする食品でも、 名物となっているイカ焼きやワンコイン弁当などボリュームと寝頃感のある惣菜も取り揃える庶民派であり、梅田地区にて地域二番店である。両百貨店は異なる特徴を持ちながら最大のライバルとして至近距離で激しい競争を繰り広げていた。このように梅田地区では高級派の阪急百貨店、庶民派の阪神百貨店に二分されている。 投資ファンドの村上ファンドの電撃的な阪神株買い占めへの対抗策として行われた阪急ホールディングスによる株式の公開買付けを経て2006年10月1日に阪神百貨店の親会社であった阪神電気鉄道が阪急百貨店の兄弟会社であった阪急ホールディングスと経営統合して阪急阪神ホールディングスになることに伴う 事業分野ごとの経営統合の一環として阪急百貨店と阪神百貨店の経営統合も構想されていた。ただし、阪急百貨店が阪急ホールディングスと資本関係が薄く、兄弟会社の位置づけで阪急ホールディングスの参加に入っていなかったため、阪急阪神ホールディングスの参加に加えずべっと統合する方向とされていた。しかし、 戦術の通りこの2百貨店は異なる特徴を持ちながら最大のライバルとして至近距離で激しい競争を繰り広げてきたため店そのものにお客様がついていて同質化すると店の魅力を失うだけでなく規模などの関係で吸収合併される形となる阪神百貨店側の反発を回避して従業員のモラールを維持する必要性があったり 日本一のデパ地下を作った実力者で三代目、株式会社阪神百貨店の当時の会長を務めると同時に、親会社の阪神電気鉄道専務も兼務していた、西エグサテきが、阪神経営人は100年間の無風状態になれ、村上という嵐に慌てふためいた。阪神の当時の経営人が、村上ファンドから逃げ出したいという思いだけで最大の、 ライバルだった阪急との経営統合という常識ではありえない道を選択しているとして最後まで統合に反対していたため一体化は簡単ではないとの声も強かった。そのため2006年6月19日に阪急ホールディングスによる阪神電気鉄道株の公開買い付けが成立して経営統合が事実上確定した1ヶ月後の7月20日時点でも 具体的な連携策が決まっていない状況にあった。だが、経営統合が事実上を確定したことを受けて、阪急と手を組んで仕事をすることは考えられないとして、サエグサテルユキが、阪神百貨店を去る決意をしたことなどもあって、阪急阪神ホールディングスの発足直前の9月22日に、包括的な業務提携を行う合意が成立し、2006年10月に、 阪急百貨店と阪神百貨店の両者による業務提携委員会を発足させて、経営統合も視野に入れた協議が進められていった。2007年3月には、第三者機関による資産などの適正評価手続きを終え、初代株式会社、阪急百貨店が完全、親会社として三代目株式会社阪神百貨店を完全子会社とする株式交換を実施した上で、 百貨店事業を新設分割することで共同持ち株会社の参加に新たに設立される2代目株式会社阪急百貨店と3代目株式会社阪神百貨店が事業会社として参加に入る形態で統合をすることで基本合意したことを3月26日に正式に発表した。この合意を受けて2007年4月に約70万人ずつの会員を持つ。 百貨店カードの総合利用を始めて阪急百貨店と阪神百貨店の両方の梅田本店同士の会、周りの促進を図ることから協業をスタートさせた。2007年10月1日に初代株式会社阪急百貨店が株式交換により三代目株式会社阪神百貨店の全株式を取得し、同日付で初代株式会社 阪急百貨店の百貨店事業を新設分割して二代目株式会社、阪急百貨店を設立、初代株式会社、阪急百貨店が持ち株会社となって、称号を変更を行い、H2O リテイリング株式会社が発足して、経営統合し、二代目株式会社、阪急百貨店と三代目株式会社阪神百貨店が事業会社として参加に入ったほか、 スーパーマーケット事業を統括する坂職も参加の企業の一つとなった。店そのものにお客様がついているとの考えから、経営統合後も百貨店名は変更しなかった。2008年4月から、阪神百貨店に阪急百貨店の会計、人事情報システムを導入して、制度の統一を行うことにより、機動的な人材配置を可能にしたり、備品の調達や物流。 検品の統合、販売計画の共同作成など、業務の統合を進めて、経営効率の向上を目指した。また、同年7月10日時点で、阪神タイガースが主位を独走していたため、優勝した場合には、阪神百貨店だけでなく、阪急百貨店の各店舗でも阪神優勝セールを行う方針を表明しており、経営統合に伴い店舗ブランドに関係なくする。 阪神タイガースの優勝セールを行われることになった。同年10月1日に2代目株式会社、阪急百貨店が3代目、株式会社阪神百貨店を吸収合併して株式会社、阪急阪神百貨店となるとともに、阪急オアシス、阪急ファミリーストア、阪急日商ストア、阪急フレッシュエールの計4社を吸収合併して、 事業会社としてスーパーマーケットの運営を直接一括して行うようになった。また、阪神百貨店の子会社だった株式会社ヘンゼルが喫茶、飲食店や社員食堂の運営を行う部門の統合により、阪急百貨店の子会社だった株式会社ヒューメックフーズ及び株式会社キャンティーンウエストと同日付で合併して株式会社ハートダイニングとなり、 阪急ベーカリーがヘンゼルの各種パンの製造、販売部門を同日付で継承して、同グループにおける同部門を一括して担うことになった。この事業会社の統合ご総務や経理など、関節部門が一つになって合理化が図られたが、両百貨店や系列スーパーの名称の変更は、行わなず従来通りの店名で営業を続けた。同年10月から、 ブランドや商品群ごとに管理する阪急百貨店の売り場管理制度、ユニット制を事業部単位で管理していた阪神百貨店に導入し、同年11月から両百貨店の商品発注や売上などの管理を行う、商品管理の情報システムの一本化を行うなど、システム部門の効率化も進められた。三陰クラスへの各テナントとして出店した阪神百貨店三陰店は、 デパ地下形式の食品売り場を持っていたが売り上げが低迷したため2009年8月5日に不審だった食品売り場の75%に当たる2080平方メートルを当社参加の阪急オアシスか陰店に切り替えて立て直しを図るなどグループ各社を融合した店舗展開も行っている。2011年4月には阪急阪神百貨店が運営する。 百貨店を阪神百貨店と阪急百貨店のブランドに関係なく店舗の規模と位置付けごとに3つの事業部に分け主力店を担当する第1店舗事業部と関西の郊外店を担当する第2店舗事業部は販売部門と商品部門を分けて各々のの責任を明確化し郊外の小型店を担当する第3店舗事業部は販売と仕入れを 同一の部門が担当する体制に移行した。2007年10月1日から、阪急阪神ホールディングスがグループ共通の新カードとして、阪急阪神カードから発行したステシャカードでの利用に対して、当社も阪急阪神東方グループ共通の特典ポイント付与を開始し、2009年4月に阪急百貨店のクレジット機能付きの 割引カード半球ペルソナカードを半球半身ペルソナカードへ名称変更し、同年秋にスタシアカードと半身エメラルドカードを再編、統合して半球半身エメラルドスタシアカードの発行を開始し、当社参加で発行している梅田半球食料品ポイントカードやメンズ間マイレージカード、半球ファミリーストアカードなど10種類以上のポイントと、 阪急阪神ホールディングスの参加企業各社が独自に発行しているポイントカードサービスを2010年10月5日から共通化して金券に変えずにそのまま使えるようにするなどカードやポイントサービスの共通化を進めるとともに阪急阪神ホールディングスとカード関連などで提携を強化を図った高島屋から持ちかけられて2008年初頭から 経営企画担当者同士で情報交換をし、同年4月1日から社長同士も話し合いを重ねるなど同社と経営統合を目指して本格的な協議を始め、同年10月10日に高島屋と3年以内の経営統合を前提に資本、業務提携を結ぶと発表した。両社の経営陣が出席して月に1回の業務提携委員会を東京と大阪で交互に開いて、 経営統合を目指して協議を進めるとともに発行済み株式の10%を相互に保有したほか2009年4月10日には相互に社外取締役を選任して経営統合作業の円滑化を目指すと発表し経営統合を目指したこの資本業務提携に伴う具体化の第一弾として2009年4月15日から高島屋と当社参加の阪神百貨店と 阪急百貨店のインターネット通信販売サイトで共同の販売促進活動を展開し、第2弾として13ブランドからスケールメリットを生かして婦人服の共同仕入れを始めて、同年9月23日に両社が展開する百貨店のほぼ全店にあたる30店舗で発売した他、ほか、生母の共通化や備品、資材の共同購入などの規模メリットの出やすい分野での業務提携が進められた。 しかし、当社の前身の一つである阪急百貨店が、同業他社に先駆けて、年功序列制度の廃止や成果主義的な制度の導入を進めて40歳代後半の役員も多くなっていたのに対して、年功的な部分も残して人材面での新陳代謝が当社より遅れていた高島屋側と平均年齢も約5歳の開きがあるなど人事制度は、釣り合わせが極めて難しく、 その点が交渉の大きなアイロとなった。また、全国の店舗の効率展開を目指す高島屋と大阪、梅田を中心に一極集中で地域密着型の営業を展開してきた当社の間で交渉を進めるほどに、店舗運営や商品政策などでの考え方に際が広がり、限られてくる投資可能な資金の配分など、基本的な課題で対立が深まる結果となった。 これらの基本的な課題での対立や共に勝ち組とされてきた会社同士で両社協に切迫感がなく共にワンマン経営者としてとして知られる当社の当時の会長杉岡俊一と当時の高島や社長鈴木幸二の両者が折り合うことも難しく企業価値を反映する統合比率やトップ人事などでも意見の一致点が見つからなかったそのため 2010年3月25日に当社と高島屋は別々に会見を行い経営統合の中止を発表し同日付で相互に派遣していた非常勤取締役を引き上げた一方でこの経営統合構想そのものが2011年に開店する JR 大阪三越伊勢谷への高島屋による対抗措置であり本当に統合することが目的ではないという見方もあった ただし、発行済み株式の10%を相互に保有して、資本提携をそのまま続けるほか、同日付で新たに業務提携を結んで、商品開発や備品、資材の共同購入の継続と売り場の共同開発や中元、生母の商品共通化など規模メリットの出やすい、速効性のある分野での業務提携を引き続き行っていくことになった。 統合協議後の業務提携の一環として2010年の中元シーズンにギフト商品として洋菓子ブランドピュアフォレストを共同開発して2011年3月から両社の百貨店内の常設の店舗での営業を開始したほか同月から共同開発した婦人服の3ブランドの店頭での販売を開始するなど商品の共同開発は引き続き進められている 2015年3月23日、高島屋との株式総合保有を発行済み株式の5%相当に引き下げることを発表。同年3月末までに、高島屋の当社株式保有割合は5%に引き下げられた。2002年5月に、阪急百貨店が子会社として設立した株式会社、阪急キ,キッチンエールは、2003年3月には、兵庫県赤石市から、 高槻市までの31市区町村に事業エリアを拡大し2008年5月下旬から京都府向こう市に配送拠点を設けて京都府内へ進出する事業エリアの拡大を進めた同年から購入金額に応じて顧客を4段階に区分して特典内容に差をつける有料顧客への優遇策をとって顧客の囲い込みを進め2010年3月期で会員数が 前期比15%増の約35,500人で売上高が8%増の67億円にまで成長した。2010年5月に当日の注文で即日宅配するサービスを始めたほか、同年から70歳以上の高齢客から毎週定時に注文を聞き取る雇用機器電話や配送時間帯を3時間単位で指定できるサービスを開始するなど、 サービス内容の拡充を進め、2012年からはスマートフォンや多機能携帯端末も開始した。2011年4月1日にオレンジライフブランドで九州地方で食品宅配事業を行っていたエブリデイドットコムの株式の約50.1%を買収して、保有割合を22.4%から72.5%へ引き上げて子会社化して株式会社。 阪急オレンジライフとして事業エリアを拡大し、食品卸大手の国部に仕分け業務などを委託して、同社の千葉県船橋市にある配送センターを拠点に、首都圏で宅配を行う仕組みを整え、同年10月23日には、東京都の都心11区を配達エリアとして、首都圏での食品宅配事業を開始して2012年5月に23区全域へ、配達エリアを拡大し、 同年秋には、川崎市や横浜市の一部など、神奈川県にも進出する他千葉県への進出も、目指して、首都圏での事業展開を始めている。また、2011年10月10日に、賢いママの洗濯離乳食クラブのブランドで、放射線量検査や25品目のアレルゲン表示を、全品目一手着色料を、保存料も、 不使用の安全、安心や味の良さを売り物に冷凍離乳食の宅配事業に参入してインターネット受注を開始したほか、当事業で養ったノウハウを活用して通信販売や訪問販売などの無店舗販売を行う事業者向けの物流システムを2011年11月1日から子会社のエブリデイ .com を通じて販売を開始するなど関連事業の拡大を図っている。 2003年9月に設立した参加の農業、生産法人である有限会社阪急船南グリーンファームが大阪府南部を中心に農家の休耕地などを借り受けて有機野菜の栽培事業を進めているほか横浜商科大学地域産業研究所が主催して農林水産省のフードコミュニケーションプロジェクトチームが支援するアセスメント研究会の会合で食の信頼性向上のために 食品事業者が着目すべき、行動のポイントに基づく活用事例などを、参加の阪急クオリティサポートが報告したり、放射線量検査や25品目のアレルゲン表示を全品目一手着色料、保存料も、不使用の安全、安心な離乳食の宅配事業を行うなど、食の安全に関わる事業を展開している。2009年10月に、 百貨店事業の物流業務を中心に事業を展開していた子会社のエサカ運輸と阪神運送の全株式をファッション物流などのノウハウを持つ先行に売却して同事業から撤退した国際会計基準の強制適用や消費税率の引上げなどの環境変化に対応して必要になる ポスシステムや商品仕入れシステムなどの次世代の情報システムを共通化して構築し、一社数十億円とされる設備投資負担の軽減を図ることを目的に2011年8月10日に近鉄百貨店との情報システムに限定して業務提携を開始した。2011年8月11日にキャスキャピタル系の投資ファンドが保有する57.17%全株を 買収する応募契約を締結して、蕎麦、うどん店を運営する家族店への株式公開買付を発表し、同年9月9日に株式公開買付の成立が発表して、同月14日付で連結主会社として外食産業に本格的に参入した。その一方で2012年3月29日に商業施設の空きスペースなどでワゴンを利用した物販を展開していた、 子会社の HD プランニングウエストを南海電気鉄道に売却して同事業から撤退することを発表し、神戸阪急の閉店に伴って同店の隣接地で営業している神戸モザイクを運営するタクトの発行済み株式の40%の保有株全てを2012年4月1日付で三菱倉庫に譲として神戸ハーバーランドから撤退するなど子会社の売買を含めた 事業再編が進められている。2014年6月1日には、泉谷と経営統合した。2016年1月28日、グループの再編が発表され、グループでスーパーマーケットなどの食品事業を担う、坂食と泉谷を中間持ち株会社の下で一体化することとなった。同年4月1日付で、坂食は株式移転により、中間持ち株会社となる。 株式会社 H2O 食品グループを設立。同年6月1日に、坂職は持ち株会社機能を H2O 食品グループに会社分割してスーパーマーケット経営を主とする企業となり、株式会社、阪急オアシスに称号を変更した。同時に、泉谷の子会社であったサンドリー、デリカ・アイフーズ、カナートも H2O 食品グループの子会社となっている。 同年7月1日には、泉谷本体も会社分割を行い、スーパーマーケット事業を継承した泉谷は、H2 大食品グループの子会社となった。阪神百貨店梅田本店が入居する大阪神ビルは老朽化による耐震強度不足のため、経営統合以前は耐震補強を含む全面改装で乗り切る計画とされていたが、経営統合に伴い計画は、 白紙撤回された。そして経営統合に伴い可能になった、隣接の新阪急ビルとの一体的な建て替え方針に切り替えられ、2008年から大阪市と協議を始め、新阪急ビルを先行して解体、建て替えて、そこに阪神百貨店梅田本店を一時移転し、その後に大阪神ビルの建て替えを行う二段階方式で行う構想が浮上した。 その建て替え後の大阪上ビルと新阪急ビルは、双方とも高層部は、オフィスとする超高層ビルとなり、二つのビルを結ぶ、連絡通路を上空に設けて一体化する、ツインタワーとする計画案が出されたが、商業施設やオフィスビルの供給に過剰感があること、建造物容積率の緩和を盛り込んだ、都市再生特別措置法が2012年で期限切れに、 なること等から2011年2月19日に建て替え、計画の延期が発表された。その後、2014年9月25日に、梅田一丁目一番地計画の事業着手を、同年10月1日から行うと発表し、10月1日から、新阪急ビルの解体工事に着手した。第一期旨は2018年4月27日に、竣工し、6月1日には、 阪神梅田本店が移転したビルの名称は大阪梅田ツインタワーズサウスとなる全体竣工は2022年春頃を予定している阪急梅田本店が入居する梅田阪急ビルも2022年の本ビルの全体竣工とともに大阪梅田ツインタワーズノースと名称変更し両ビルを大阪梅田ツインタワーズと総称する予定2016年10月6日 セブンイレブンジャパン、伊東洋華堂カド西ソゴを参加に持つセブンアイホールディングスと資本業務提携したことを発表した。これに伴い、ソゴ西部が運営している店舗の内関西圏のソゴ神戸店、西部高槻店を H2O リテイリングが紹介し、関西圏のセブンイレブンでは、半球半神グループのポイントシステムである。 S, S ポイントを2018年5月14日から導入する。前述の2店舗に関しては、小継後 H2O アセットマネジメントが運営している。なお、当初は、総合精神店も小継対象だったが、こちらは後に断念した。また、2019年10月から総合神戸店は神戸半球に、西武高槻店は高槻半球にそれぞれ屋号を変更している。株式会社。 阪急百貨店時代の事業の歴史、並びに、現在の阪急百貨店各店の歴史については、阪急百貨店を参照株式、会社阪神百貨店時代の事業の歴史、並びに、現在の阪神百貨店各店の歴史については、阪神百貨店を参照2016年度末の段階で、子会社53社、関連会社4社を要する。以下。 平成28年度の優化証券報告書に基づき、証実する、など、ありがとうございます。